アレッサンドロ・マエストリは、イタリア共和国エミリア・ロマーニア州フォルディ・チェゼーナ県、チェゼーナ出身の元プロ野球選手、宇都右内。マイナーリーグ時代の登録名は、アレックス・マエストリ。2005年に、イタリアン・ベースボールリーグの T&A3 マリノで、プレー。2006年開幕前の3月に開催された第1回、ワールド・ベースボール・クラシックのイタリア代表に、選出された。 同大会では主にクローザーを務めた。A 級ピオリア時代第1回 WBC の終了後にシカゴカブス参加のチームとマイナー契約を果たした。2007年9月に第30回ヨーロッパ野球選手権大会のイタリア代表に選出された。11月に第37回アイブフワールドカップのイタリア代表に選出された。同大会では アメリカ合衆国戦に登板し、チームも勝利している。2008年は、先発投手として、デートナカブスでプレー5勝3敗、防御率3.69の成績を残し、フロリダステートリーグのオールスター戦にも出場した。その後、AA に昇格を決めた。純粋なイタリア生まれイタリア育ちのイタリア人選手の AA 級でのプレーは、マエストリが史上初である。 2009年の3月に開催された第2回 WBC のイタリア代表に選出され2大会連続2度目の選出となった同大会では後にオリックスでチームメイトとなるビニー・ロッティーノともバッテリーを組んだ2011年4月にカブスを解雇される2011年は独立リーグであるアメリカンアソシエーションのリンカー・ン・ソルトドッグスでプレーした オフには、オーストラリア連邦のウィンターリーグである、オーストラリアンベースボールリーグに参加し、ブリスベン・バンディッツでプレーした。2012年3月26日に四国、アイランドリーグプラスの香川オリーブ・ガイナーズに入団した。前期優勝したチームにおいて、前期は30試合に、登板、2勝0敗12セーブ、防御率1.32の成績を残した。 リーグではこの後マエストリを上回るセーブを記録した選手が現れなかったため途中退団にもかかわらず最多セーブのタイトルを手にすることになった2012年7月4日にオリックスバファローズに入団史上初めてイタリア生まれイタリア育ちの選手が誕生した日本国内において独立リーグの球団からシーズン途中で NPB の球団に移籍する選手は 前年までオリックスに在籍したフランシスコカラバイオに次いで二人目である。なお、香川での登板は入団発表直後の徳島インディゴソックス戦が最後になった。オリックスへの入団後はウエスタンリーグの公式戦5試合に登板し、通算14イニングで自席点2と高騰したため、8月12日の対千葉ロッテマリーンズ戦で 先発投手として一軍デビューを果たした。この試合では、6回1、3を1失点でしのいで、初勝利。イタリア出身投手として、歴史的な一勝を挙げた。8月26日の対西部戦では、9回4安打、1失点11奪三振で入団5発の関東勝利。シーズン通算では、一軍公式戦八試合の先発で、四勝三敗。 防御率2.17という高成績を残した。2013年開幕前に、第3回 WBC のイタリア代表に選出され、3大会連続3度目の選出となった。シーズンでは4月4日にこの年初めて1軍へ、昇格すると、7月30日の対福岡ソフトバンクホークス戦までに先発で4勝を挙げた。しかし、 三度の二軍降格を経験するほど、投球内容が不安定だったことから、8月13日の、対北海道日本ハムファイターズ戦で3回1、3を投げ、4失点を喫した、先発登板を最後に中継ぎへ転向シーズン2算の防御率こそ5点台だったものの、中継ぎ転向後の9月に1ヶ月で3勝を稼いだ。球団では、 ロングリリーフでの起用や先発への復帰を見据えて、同月中にマエストリーの残留を決めた。2014年には、先発投手が崩れた局面からのロングリリーフを、中心に、安定した投球で一軍のパシフィックリーグ、優勝争いに貢献。公式戦36試合の登板で、3勝1敗、1ホールド、防御率1.97を記録した。 2015年2月17日にグローバルベースボールマッチ2015サムライジャパン対欧州代表の欧州代表に選出された3月10日の第1戦に2番手として登板しているシーズンの公式戦にも開幕直後の4月3日から一軍に合流すると同月22日の対ロッテ戦で一軍初セーブを挙げたただし チームの外国人枠との兼ね合いなどから、5月上旬以降は、1軍と2軍を往復。1軍公式戦では28試合の登板で、防御率3.19、1セーブ、1ホールドを記録した一方で、入団後初めて未勝利に終わった。オフの10月23日に、第1回、WBSC プレミア12のイタリア代表に、選出された。 大会終了後、球団が、翌2016年の保留選手名簿に、マエストリを記載しなかったため、12月2日付で、NPB から、自由契約選手として公示された。2016年2月10日にベースボールチャレンジリーグの、群馬ダイヤモンドペガサスに入団した。が、3月15日に韓国プロ野球の、ハンファイーグルスと契約し、群馬では、試合に出場せず、 韓国プロ野球初のイタリア出身の選手となった。ハンファでは2勝を記録し、同年6月20日にウェーバー工事され退団した。2016年7月12日に同年最初に契約したベースボールチャレンジリーグの群馬ダイヤモンドペガサスと契約し直した。2017年3月31日にメキシカンリーグのベラクルスレッドイーグルスと契約。 オフの9月22日にオランダ代表との親善試合であるヨーロピアンベースボールシリーズのイタリア代表に選出された。2017年12月21日にイタリアンベースボールリーグの T&A サンマリノと契約を結んだ。この帰国後はイタリアに妻と共に野球を含むスポーツショップを開いた。サンマリノには2020年まで在籍し、 2020年には7勝、0敗、防御率1.05の成績で、チームの優勝に貢献した。2018年8月、イタリアベースボールリーグのシーズン終了後、オーストラリアのシドニーブルーソックスに入団することが発表された。オーストラリアでのプレーは、翌年の冬季シーズンにも参加している。2021年5月11日、ソーシャルメディアに投稿したビデオ映像にて、 現役からの引退を発表した。強いインステップから投げ込む平均球速時速 142km、最速時速 153km の速球に加え、変化球はスライダーが武器で、他にもチェンジアップフォークを投げる。独立リーグ以前では、クローザー、オリックスに入ってからは、先発やロングリリーフも経験しており、 起用法を問わずに投げることができる。NPB 初登板、初勝利を挙げた時のグラブは、2010年の、イタリア代表の台湾遠征時に購入した5000円の、ものを使用しており、一生懸命と刺繍されている。過去に、イタリア系アメリカ人のプレイヤーはいたが、イタリア生まれイタリア育ちのイタリア人プレイヤーは、NPB 史上初。 母語のイタリア語に加え、マイナーリーグでの生活が長かったため、英語やスペイン語の技能に優れている。日本球界入りして、以降は日本語も少し話せるようになった。日本時代に神戸市で知り合ったアルゼンチン出身の女性と結婚している。ガイナーズ対談後も香川県には思い入れがある。アレックス・マエストリに関するカテゴリー、ありがとうございます。